はい、前回に引き続きまして、トランペッターの田中満が、YTR6335RC についてちょっとおしゃべりをしたいと思いますという、今日は後半戦でございます。このモデルの大きな特徴の一つとしてベルが挙げられると思います。ベルの、違いですけど、と違うのはこの巻き返したここにハンダが充填されている。そうここの合わせ目、金属と金属の合わせ目にハンダが流し込まれている。だから、そういろんなのがあるんですよね。ワイヤーを入れて巻き込む、楽器とか、そのワイヤーがステンレスであったり鉄であったり真鍮であったりいろんな素材を巻き込んであったりするんですけど、これはハンダが流し込んである。そう、充填されて5つ、さらに2枚取りのベル。なるほどね。2枚取りのベルの特徴って、あれですよね。厚さが割と、厚いままっていうか、均一に、厚いままのしっかりした感じのベルになるっていう感じですよね。2枚取りのベルの特徴。だから割とがっしりした、全体的に言うとがっしりしたベル。なんでしょうね。それがやっぱ吹いた時のそのしっかり感というか、パッと吹いた時のしっかり感に、つながってくるのではないかと、思います。なるほどね、そういうことなんだね。YTR4335G も2枚撮りのゴールドブラスベルですが、それはこのベルの縁にハンダを流し込んだりはしていないと。そこが大きな違いですね。こっちはプロモデル。なるほどね。ハンダを回してあるベルは音の輪郭が出てまとまりやすく心地よい抵抗感も作ってくれる。あ、なるほど。おっしゃる通りです。はい、そんな感じですごくします。さっきも言いましたけど、割とがっしりした感じの、水槽感があります。ベルが大きいんだな。なるほどね。はい。次、ピストンパーツ。ピストンボタン、それにピストンのトップキャップ、ボトムキャップはやや軽めな設計で、真鍮で作られています。なるほど。そうなんですよね。このボタンとかこの蓋っていうのが割とモデルによって、違っていて、やっぱここの、ピストンの重さが、本当に 0.1g 変わるだけでも、だいぶ水槽感が変わります。そこを変えるだけでもだいぶ変わるので、こうちゃんとそこら辺を考えてバランスが取ってあるんでしょうね。つば抜きのバネは今のゼノにも使われている端っこがカールしているタイプです。これね、何年か前にヤマハの新しい機種に使われているこのつば抜きのバネが一新されましたね。モデルチェンジ以前のバネと比べてちょっとその、力が強いタイプの、バネに変わっています。このバネの、その何ていうのかな、バネの力、でも、だいぶ水槽感が変わりますね。このバネにすると心地よい抵抗感を作る、割と抵抗感を作る方向のバネなので、そういうの、そうなのね、そういうバランスなのね、そうですね。小さい音を、クリアに出す時とかはプッと吹いた時にプッて、反応してくれる楽器っていうのは、いいですね。そういうのに一役買っていると。ここの場合、バルブケーシングは上の部分と下の部分が一見分かれているように見えますが、バルブケーシングこの部分ですね、ここ上の部分っていうのはこの二重線から上、これが上の部分、ここが下の部分、これを、一つの一体型のパーツでこの楽器は作られています。他のモデルとかだと上と下で、違う材料を使ったり、あとは2ピースで、作ったりしている楽器もありますが、これは1ピースで、作られていますね。なるほどなるほど。一体型のバルブケーシングは音のフィードバックが安いと言われています。ホーンセクションやビッグバンドのセクションで吹くとき、自分の音が聞こえやすいかどうかというのは結構重要です。そうです。
トランペットって、なかなか大変な楽器で、自分の生の音っていうのが自分自身で聞こえないじゃないですか。ここで吹いてこっから音が全部向こうに向かって出ていくので、自分にどういう音色が聞こえるかっていうのは、すごく大切です。基本的には、実際に出ている音よりも自分が吹いている時に感じる音の方が、ダークに、聞こえます。だから、音量もちっちゃく聞こえるし、あんまり鳴ってないように聞こえちゃうんです。だから、ビッグバンドとか、あとは周りでが音が大きい環境だったり、そういうところで吹くことが多い方なんかはどうしてもオーバーブローしがちですね。なので、自分が吹いてる時にどれぐらいモニタリングできるかっていう、ことはすごく大切ですね、はい。次、どんな方におすすめか。そうですね、ビッグバンドの学生さんやレッスンに通っている社会人の方にもおすすめです。そうですね、柔軟性のあるモデルなので、ジャンルもビッグバンドだけではなくてコンボやバンドのホーンセクションなどいろいろな場面で使えると思います。そうですね、使えると思います。その理由としてはやはり、反応が早くて、取り回しがしやすい、自分の割と思うような音をパッと作りやすい、例えばあとはビッグバンドでジャズやってる方とかだと、こうセクションでバーンって張りのある音を吹いておいて、そっからちょっと渋めの音でソロをやるとかいう時の切り替えとかも割とやりやすい楽器なんじゃないかなと、思います。大事なのはお値段ですよ、お値段今こっちに出てますけど、すごいでしょ、この簡単に言うと、すごくお手頃価格で、いろんなことができる楽器。ただ適当に作ったから安いとかそういうことでは全くなくて、いろんなパーツをうまくバランスをとって、全体的な完成度っていうのを高めようっていう、そういう考えのもとに作られている楽器だから、この値段でできるのかなと思います。とにかくバランスの勝利っていう感じの楽器ですね。僕が思うにすごくいいバランスで、組み上げられている、設計されている楽器だと思いました。